みなさんこんにちは、三浦家の食卓の三浦チャンガムです。三浦カノンです。三浦キョウピンです。イエーイ。今年はですね、ウルトラマン55周年ということでですね、はい、いろいろ大騒ぎしております、うんうん。まあ、TVG も25周年ですね、で今年はですね、メモリアルイヤーのウルトラマンが多いんですよ。今言ったように元祖ウルトラマン55周年、 TDG が25周年、その他にもですね、帰ってきたウルトラマンが50周年、コスモスが20周年、ウルトラマンオーブも5周年。そんな中、メモリアルウルトラマンでありながらも存在感が発揮できてないというか、そういう不遇なウルトラマンがいまして、大人の需要というか諸事情、そのウルトラマンとはこの方です。メビウス。そうですね、yeah. ウルトラマンメビウス、ね、ウルトラマンメビウスね、我々大好きじゃないですか。めっちゃ好き、でも諸事情でというか中の人の事情でですね、あまりこう表に出てきにくい、そうね、そうね、感じのウルトラマンになっておりますので、15周年メビウスを生まれて変そんなメビウス15周年ということで、はい、我々だけでもお祝いしようじゃないかということで、はい、ウルトラマンメビウスについて語りましょう。あのさっきから何やってんの。遊んでる、外見えて、ちょっと見えない、見えないから、見えない、見えない。お、手押しズームして何をしてるんですか。わかんない。自由かよ、はい、ということでですね、メビウスについて語りましょうという回でございます。イエー、では行ってみよう。メビウス、メビウス。というわけで、メビウスについて語ります。あ、カノンさん何持ってるんですか。メビウスのこの腕についてるやつ、ブレスレットな。そう、変身アイテムですね。そう、これ光るんですか。光る、押したら光る。それでメビウスに変身できると、これ誰からもらったんだっけ、メビウスのブレスレットって。パッパですね。パッパか、パッパからプレゼントされたよ。ウルトラのパッパです、パッパ意外と優しいんだよ。パッパについて語る回になってるじゃないですか。違う、違う、メビウス。じゃあメビウスについて語りましょう。まずメビウスの何が好きなんですか、メビウスという作品の。話がいい。話がいい、あとなんか、最終的にさ、ウルトラマンと人間の仲間が協力してお互いのことも知りながら戦って敵を倒すっていうのが本当にいいと思った、好き、そうですね、あの、地球に滞在したウルトラマンはそれぞれ人間と絆を結ぶんですけれども、メビウスはその中でも特別と言っていいぐらいの絆を結ぶ感じですよね、メビウスで他と違うというか、ウルトラマンのタブーに切り込んでるというかね、何かというと、ウルトラマンというのは通常仲間たちとか人間に正体がバレると地球から去らねばならないという、バレちゃダメ、グッバイって、そう内緒だから、そういうのがあるんですけれども、メビウスはなんと、なんと仲間のクルガイズのメンバーに正体をバラしてもなおウルトラマンとしてガイズの仲間として一緒に戦っていくっていうことをやってしまったんです、お前すごいよ他のウルトラマンよりも人間との絆が強い点ですね、しかも物語の中盤でですよ。でクルーガイズはウルトラマンと知りながらも一人の仲間として一緒に戦っていくっていうことをやったんですよね、すごいよね。なんかみんながこうね、メビウスをさ受け入れてさ、仲間の一人なんだっつってさ、やっていく姿勢とかもさ、これツッコミ待ちでしょ。いや突っ込まないもん。いや悪いけどママ突っ込まない。他にメビウスのいいところっていうか、曲がいい。曲がいい。曲ね。曲何が好きですか。ウルトもメビウスも好きだし、作中に流れる音楽っていうのが本当に伝わってくるから私は好き。ウルトラの奇跡とかね滑舌の悪さね、仕方ない。もう一回言ってみ。ウルトラの奇跡。ダメだわ。ウルトラの奇跡、あの曲は名曲ですよね。あれは大人になってウルトラマンをもう一回見た人とかに聞いてもらいたいなって思う。実際自分も聞いてこうグーッとくる何かが、なんか あの時の純粋な気持ちを大人になってちょっと忘れかけてたんだけど、もう一回思い出させてくれる。最終回の一番盛り上がってるシーンに流れてましたね。あのシーンはグッときましたね。まあ違うんだけどね、グッときたし。あ、違うんですか。僕にグッときました。変身、みんなで変身。ああ、最終回のね、フェニックスブレイブに変身するシーンですね。かっこいいよね、あれね。
クルーガイズのメンバー全員で、みんなでこうさ力を合わせてさウルトラマンに変身するんだよ。人間がウルトラマンになれるんだよ、うん、すごいすごいよ。しかもインナースペース5人、うん、すごい。ラスボスのエンペラ星人の必殺技であるウルトラマンを絶対殺すマン光線ウルトラマンを絶対殺すマンってさウルトラマン絶対殺すマン光線がありまして、うん、絶対殺すマン、うん、ウルトラマン殺すマンなんでそこでツボに止まるんですかウルトラマン絶対殺すマン光線はウルトラマンを絶対殺すマンなんですよ。そうですねハマってる。あの光線をの効力を弱めるにはウルトラマンの中に人間が入ってるっていう条件がありました。でメビウスは憑依型ではなく擬態型なので純粋なウルトラマンなんで、あれ一発食らっただけで消えちゃうんですね、うん、人間一人入ってると憑依型のウルトラマンの場合はあの光線の威力を半減できるという特徴がありまして、もう人間束になって変身すればいいじゃんみたいな、あの仲間のでも人間束になって変身すればいいじゃんって簡単に言うけど、うん、普通はできないんですよ、うん、難しいね。でもあのクルーガイズの絆があればこそ全員で変身してチートラフェニックスブレイブになったと。ここもやっぱあのさ未来くんとさガイズのメンバーのすごい強い信頼関係がないとできなかったことなんよね、うんうん、そうね。人間が宇宙人を信頼するっていうのもさ難しいことじゃん、うん、それなのに未来くんっていう存在を宇宙人とかじゃなくて一人の存在として認めてるからこそできたことだよ、うん、で未来くんもみんな大好き。最初だってウルトラマンでさ地球に来てさ人間の心って分かんなかったじゃん、うん、その中の人間の心を知っていくうちに人を信じるってこととかそういうことを知ってって、それを教えてくれたガイズのメンバーはすごく信頼してる。だから変身できた。素晴らしい、うん、今までのウルトラマンになかったぐらいの特別な絆があればこそみんなで変身できたと。それです。光さんっていう存在もいて、ゾフィー、ゾフィーさん、クルーガイズの全員の絆、うんうん、この一つでもかけてたらエンペラ星人に勝てなかったと言われてます、うん。サコミス隊長のワイズガイズサリゴ、そう、あれがないと変身できない。確かにあの一言大事、そう、うん、あれに全部の信頼入ってるから、うんうん、はい言ってみて。ガイズサリーゴージアジーかわいいよね。わかる。サコッチ全体的にいい顔してるよね。イケメン。サコッチつながりなんですけれども、防衛チームの中に複数にウルトラマンがいるっていう状況っていうのが珍しくて、あウルトラマンって大体一人じゃん、うん、来る。そうだね。メンバーの中にまあそういう存在っていうのがあったっていうケースは他にもあるんですよ。例えばウルトラマンレオのマック、あれなんかも隊長がウルトラセブン諸星団なんですけれども、隊員の一人にウルトラマンレオであるオートリベンガイっていう状態だったんですけれども、ウルトラセブンあれ変身できなくなってるみたいな。当時ちょっと違う、うん、足パキパキになってるからね。あと同じように隊長がっていう点ではウルトラマン Z 去年までやってた、うん、あそっか。ウルトラマン Z も一応あの隊長が地球人ではない、そうジャグラスジャグラ、うん、で隊員の一人にハルキ Z がいるっていう状態なんですけれども、あれもジャグラスジャグラがウルトラマンではないっていうか巨大化できない。まああのダークライザーで Z トンさんパンドンさんあの決め顔ね、うん、でゼパンドになるんですけれども、うん、ウルトラマンではないじゃないですか。でそういった意味合いではあのクルガイズ隊長がゾフィーという感じですし、いいよね。はい、ゾフィー隊長したい働きたいよね。しかも前隊長が光さんだった芹沢さん、あクルーガイズにウルトラマンが3人在籍したことがあるっていう。まあ芹沢さんもクルーガイズにいた頃は光さんではなかったんですけれども、同じ防衛チームに延べ3人在籍したことがあるという珍しいチームで、まあ、そういったところでウルトラマンと人間との絆っていうのがすごい強固に描かれてるなという作品ですよね。はい、メビウスが未来君がガイズのことを好きすぎてですね、ある悩みにぶち当たるんですよ。後年ね、ウルトラマンと人間の寿命の違いですね、うん、切ないね。まあ寂しいけど心はつながってるって思って、その寂しさを振り切ってウルトラの国に帰ったが、それからものすごい月日が流れて、ウルトラマンの寿命は何万年とかね、うんうん、何十万年とかねあるんですけど、人間の寿命はもう長生きして100歳、ウルトラマンの寿命からすると一瞬のきらめきでしかないんですね。だからメビウスがガンガン活動していくうちにもう地球の仲間たちは寿命が尽きてしまうと、うん、それですごいへこんでった時になんと地球からある贈り物が届くんですね。それはなんだ。ガイズがさこういつも持ってるさ銃みたいなやつ。そうですね、トライガーショット。 そうそのトライガーショットがある時ワープして届くんですよ、うん、すごいよね。すごいすごい。
クルーガイズにはオーバーテクノロジー、地球に飛来した宇宙人とか、うん、ウルトラマンとか その能力を自分たちにインスパイアして使う技術、うんうん、メテオールという技術があるんですよ、うん、そのメテオールの力を使ってクルーガイズがメビウスにプレゼントを送った。そういうところがさ、うん、なんつうか友達を超えたね、仲間というかね、うん、家族に近いよね、うん、地球からでもつながってるんだぞっていうことを形で示したんですね、うん、優しいよね。そのトライガーショットにはですね、うん、メッセージが込められている、みんなのボイスメッセージですね。どんなそのメッセージが込められてたかっていうのは公開されてないんですけど、うん、まあどんなメッセージが届いてたかっていうのは想像つきますよね、うん、例えば未来元気やってるか、このみちゃん、未来くん元気。じゃあカノさん、ジョージ、アミーゴ、ジンジンやってるか、あぽいぽい。じゃあパパでって、未来くん、未来くん元気、マリナ、未来くんちゃんとやってる。じゃあトリピー、トリピー、トリピー、難しいね、未来くん元気でやってるかね。あ、似てる似てるね、似てる。じゃあサコッチ、未来、サリゴ、サリゴ。違う、違う、それは、うん、未来サリゴってどういうことだ。まあそんな感じのね、泣ける。それで未来くんは時の流れも超越した絆を感じて、いつでもね心の中に愛する彼らがいるっていう風に思い直して、うん、任務に励むことができたという。未来くんやっぱみんなに愛されてるよね、すっごい愛されてるよね。あとウルトラマンメビウスという作品の特別感というのは、うん、昭和ウルトラマンの世界観、それ6兄弟の訪れた地球と地続きでつながっている。そうですね、あのウルトラマンから、いや、うん、ウルトラ6兄弟レオ、うん、エイティを経て、うん、その世界線でつながっている、うん、直接の続編であっていうことですね、うん、あそうだね、 M78 スペースっていう世界、地球直接の続編なので、地球を訪れたウルトラ兄弟の足跡が見える。例えばウルトラマンジャックは地球人に残した言葉、ウルトラ5つの誓いとかあるんです、ああいうのが地球人に浸透してたりとか。一つ、何、は裸足で土の上を走り回ること、はい、一つ、晴れた日には、天気のいい日には布団を干すこと、はい、一つ、腹ペコのまま学校に行かないこと、はい、一つ、道を歩くときは車に気をつけること、一つ、早寝早起きをする。違うよ、あと一個なんだっけ、何言った、腹ペコ、うん、車、うん、お布団、裸足、うん、あとなんだっけ一個、俺は分かる、何、じゃあ正解どうぞ、いいの、いいよいいよ、他人の力を当てにしない、あ、一番大事なやつや。もう今すでに他人の力を当てにしない。あかんな。あー、ジャック。怒られるやつですね、ジャック、うん、ジャック、まあ、ウルトラ5つの誓いとか、あと怪獣使いの話とかね、うん、あれな、ガイズのデータバンクの中にも過去のウルトラマンの歴史というのがアーカイブ化されている、その経験に基づいてガイズは戦っているっていうような、そういうのもありますね、うん、ウルトラ兄弟の直接の続編、エイティが地球を去ってから25年の空白があって、ウルトラマンメイビスがウルトラの国のルーキーとして地球に送り込まれるっていう話なんですね。なので過去地球に訪れたウルトラ兄弟たちがこぞってこう客演するっていう、それも今までになかった感じですね。特にエイティですよね、エイティ以来地球を訪れてないので、エイティが客演する機会なんてなかったし、まあ改めて話そうとは思うんですけど、エイティって割とこうなかったことにされかかってたウルトラマンなので、それが正式にウルトラマンの歴史の中の一つの重要なポイントとして扱われたっていうのは大事なことですね。でエイティのその消化不良だった部分とか、あとまあエースの消化不良だった部分とか、そうですね、そういう部分をちゃんと回収してくれた重要なウルトラマンの作品になったと。百円会神よね。あと映画版、まあ、途中に入ってくるエピソードということで映画版もある、そのウルトラマンメビウスウルトラ兄弟という話なんですけれども、それもすごい完成度が高くて、で久しぶりにその集合変身みたいな、うん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 、ダンディフォーガーね、っていうのも熱い話
エースの件についてもレオの件についてもエイティの件についてもまた改めてそこは話そうかなと思う。ウルトラマンメビウスを分離しないでめっちゃ言おうとしたポンっつったポンって言った大丈夫はめられるかよ。エイティさん、エスニーさん、メビウス地球を守るんだぞ。わかりました、行ってきます。なんでそんな寸劇が始まってるんですか。なんか遊んでたら始まっちゃったメビウスの回収の中で結構重要な点があって、うん、ウルトラマンがなぜ地球に来て人間たちを守るのか、うんうんうん、ゾフィー界だ、うん、そこも含めてなんですけど、うんうん、もう最初のウルトラマン、初代ウルトラマンの時点から、うん、そんなに人間が好きになったのかウルトラマンみたいなセリフがもともとあったんですけど、うんうん、もう本当にウルトラマンがまだシリーズ化するなんていうような話なんか全然ない時からそのテーマっていうのがあったんですけど、ウルトラマンがなぜそんな人間を愛して地球を命を懸けて守ってるのか、うん、そういうところも語られるので、いろんななぜの答えが出る作品かな、うん、まあ、最初ウルトラマン全然さ分かんなかった時あったじゃん、うん、でウルトラマンってこういう話だよっていうのをざっくり教えてくれた時あったじゃん、うん、あれって今考えてみるとほとんどメビウス の設定から来てるお話じゃん。というかメビウスでもう蹴りつけたっす、うん、だよね、うん、だからこう後々からも説明をさしやすくなってるじゃん、うん、結局何なのっていうその質問に、うん、あそれはこうでああで、うんうんうん、結局ウルトラマンとは何ぞやみたいな、そう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 、うん、何なんっていう、結局ウルトラマンとは何ぞやっていうのが昭和からずっとあって、うん、そこで一つのその蹴りをつけた、うん、大事な作品ですね。でそれに興味を持って私がウルトラマンにドハマりした、うん、そういう感じでウルトラマン40周年記念作品、当時ねウルトラ兄弟の直接の続編として作られたということで、今までのウルトラマンにないぐらいに全話通して一貫性がすごい強くて、うん、完成度が高いウルトラマンのエピソードになってると思うんですよ、うん、そのまあメビウス自体のウルトラマンとして成長していく物語であり、地球人との絆を結ぶ物語でもあり、でウルトラ兄弟の直接の続編であり、過去のウルトラマン、昭和ウルトラマンまでの謎とか消化不良な部分とかそういうのを回収していって消化させるっていう物語でもある、うん、っていうことで要素がすごい多いんですけれども、その要素を完璧にその物語ったウルトラマンであり、その多くの要素を回収していくので全編50話通して捨て替えがないんですね、密度が濃いというか、うん、主演の五十嵐俊二さんが芸能界を引退されてて、そういう事情でまあなかなかこうメビウスの客演とかそういうのがなかなかこう実現できない近年なんですけれども、皆さん心待ちにしていると復活を、うん、めっちゃね、あの本当にもう心待ちしてる、本当にもう本当に未来君カムバックと、うん、もういつでもいいよみたいな感じでこっちの準備できてる、もうここの準備できてるからもういいよみたいな。昭和のウルトラマンも客演したりとかしてるので、メビウス出ないのは寂しいなって、うんうん、今アップされてるギャラファイ、うん、ウルトラギャラクシーファイト、はい、大いなる陰謀でメビウスとか出てきてるんですけども、うん、あと銀河の劇場版の獣勇士でもメビウスとか、あ出てたね、出てましたけども、うんうん、声の当てがね声優さんになっちゃってて、掛け声とかはあの未来君せやせやっていうのをライブラリー使用してるんですけれども、セリフとかはね声優さんになってて、イケボすぎる、イケボすぎる、ダメだね、ちょっと違う、ちょっと違うなって、やっぱり違和感があるっていう声もあって、うん、今後ね声だけでも出てほしいなっていうのはありますね、うん、うん、それは本当に声だけね、うん、本当に心を打たせる素晴らしい作品メビウス、うん、ぜひ見てください、夏休みなんで、うん、今なんかつぶれやイマジネーションつぶ今いろんなシリーズ配信してるみたいなのでぜひ登録して、何業者みたいになってるんだろうね、あまあ、全部ウルトラマン見てほしいけど、一番最初にウルトラマンでおすすめあるって聞かれたらおすすめするのがメビウスそうね、うん、まあとりあえずそんな感じでメビウス一押しのカノンさん、はい、メビウスに何かメッセージありますか。本当にもう戻ってきてほしい中の人、そんなもんやもいい意味で何とも言えない好き、いい意味で何とも言えない好き、うん、語彙力な、そう最終回泣いた人、メビウス何回泣きました。 4,5 回は泣くね、リアルに、うん、こんな感じで今回は
メビウスの魅力についてたっぷりと語りました。すごく語ったと思います。まだ語り尽くせてないけどね、皆さん見てほしいなと思います、うん、見て何かを感じてくれ、うん、はい、不可能を可能にする、それがウルトラマン。いやこのわけで今回も無事動画を、はい、配信しました。はいはいはい、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、バイバーイ。グッバイビー。